ずこのティッシュケースです。ティッシュケースずっと欲しいなと思ってずっと探していて裸のまま持っていたんですけど、ようやくいいなって思えるものに出会えて買ったのがこのティッシュケースです。これはアフタヌーンティーで買いました。これがここがウサギのモチーフになっていて、ティッシュをこうここから出せるのでなんか口から出てるみたいな形になってます。ここにあの人参の形のチャームがついています。ここがこう開くようになっています。でこう開けるとマスク入れということで、ここにマスクを入れるように設計されているみたいですね。なので私もマスクを一つ入れてみました。ここにポケットがついていて、この中にメイクのパレット、最近見つけて買ったんですけれども、メイク直しにすごく便利だなって思えるパレットなんですけど、入っているのがこちら側からチークとリップになるもの、このこれ用のチップは入っていなくって、これをトントンと取って、ほっぺにポンポンとつけてチークにしたり、唇につけてリップのお直しにこの色を使うことができるんだそうです。そしてこの真ん中が、アイシャドウになっています。くっきりした仕上がりにするにはこのチップで、こっちのブラシタイプのもでつけるとボワンとした感じに仕上げたいときはこちらでつけることができます。でこれが私すごいなと思ったんですけれども、この一番端っこの茶色いのが、アイブロウとアイシャドウになるものだそうです。こっちのブラシの小さい方で眉毛のラインを作って、こっちの広い方のブラシで全体に色をのせるときはこちらの太い方のブラシを使うと眉毛のお直しもできるっていうパレットです。このミラーもついていて、この一つに5点セットになっているのがすごくいいなと思って買ってみました。例えばあの結婚式の時の小さなクラッチに入れるのにもすごくいいなと思いましたし、こういうちっちゃなバッグに入れる時にもすごくいいなと思って、これは見つけてすぐ買っちゃいました。他に入っているのが、これはイニスフリーのノーセバムブラーパクト。いつもお家でメイクするときはクッションファンデなんですけど、お直しとしてこれを持っていってます。結構サラサラっとするので、あんまりつけすぎるとこう肌が乾燥した感じになるので、本当にお直しの時だけこれを使っています。入っているのが北海道です。服装間違ってて寒いって思った日にこれを使うことがよくあります。で、油取り紙です。あのおでことか鼻とか T ゾーンとかにやっぱり必要で、この冬にもやっぱり入れています。仕事用のバッグには3つ入ってるんですけど、休日は1つにしました。これはレターセットっていうのかな、これをいろんな種類のものをこう一つの中にまとめてしまっていて、少しずついろんな種類を入れているんですけれども、カードとか富士山が書かれた紙とクマが書かれてて、封筒にはこう鳥が入ってるこのセットを持ち歩いていて、なんかメモ紙なかったっけなっていうことが割とあって、そういう時のために入れているんですけど、で絆創膏ですね、絆創膏も入っています。の中はそれで以上です。そしてこれはいつも持ってます。仕事の時も休日も必ず持ってます。ここにあのミラーがついているので、リップをちょっと塗りたい時とかはここにリップ、ここからリップを出してこれを見ながらできるので本当にすごく便利です。この中はリップバームが入ってます。ミントっぽい香りがしてスーッとするので、唇に塗ったりとかネイルオイルとして使ったりとかしています。ツヤが出るので
リップグロスみたいな感じで使うこともできます。やっとあの香水の小さいサイズを見つけてすぐ買った香水なんですけど、これと同じ香りのハンドクリームが売られていて、それが大好きでよく使っていたんですけど、たまたまロールオンタイプの香水を見つけてよかったんですけど、ロールオンタイプなので貼り付ける場所を選ばなくって周りにあまり迷惑をかけないのですごくいいなと思っていて、自分自身だけで楽しむくらいの香りの強さなので、リフレッシュしたい時に使うすごくいいなと思ってこれを買いました。まず入っているのはこのモレナビカナースです。本当に私は鼻をよく噛むので鼻の下がすごいカサカサになってしまって、これもよくこうやってつけてます。なかなか薬局でも置いてあるところが少ないんですけど、見つけたら結構買ってます。そしてここにもワンサポート鎮痛剤が入ってます。使うことはあまりないんですけど一応入れてます。ペンも入ってます。これもすごく気に入ってるペンなんですけど、このポーチに入るサイズのペンを見つけてすぐに買ってしまったんですけど、でキャップに挿して長くしてかけるペンです。で次に入ってるのはハンドクリームです。ハンドクリームはもうしょっちゅう塗るのでポーチとかには入れないでバッグにそのまま入れています。ハワイで買うと少し安いって聞いて、ハワイに私の妹とかよく行っているんですけど、必ずお土産にリクエストするのはこのハンドクリームです。こちらですね、これはアレルバリアミスト、ディープログラムのアレルバリアミストなんですけど、このオイルと化粧水が2層に入っているので、こうシャカシャカっと振ってあの顔にシュッシュッって塗るんですけれども、花粉の季節とかにも結構使っています。次にお財布ですね。お財布はもうずっとこれ、前回前々回の動画もこれをご紹介して、またこれが出てきて本当にいつも見てくださっている方は本当に申し訳ないんですけれども、あのこれを入れてます。ペラガモの財布、厚さがないのであまり邪魔に感じたことはないですかね。このレザーが傷とか汚れがつきにくくって、もうすごい長い間使ってます。ファスナーとかスナップではないくって、この金具で開け閉めをするのでスムーズに開けたり閉めたりできるところが気に入っていて、いつも入っているのはクレジットカードとキャッシュカードと T ポイントカードと保険証と、あとアトレのポイントカード必ず入っています。全部空っぽになりました。これで全部私のバッグの中身は以上ですね。こういう防犯ブザーがついているんですけど、これはここを抜くと大きな音が出ます。それではこのバッグの中身は以上です。またご覧いただけますと嬉しいです。寒いので皆さん風邪などお気をつけてお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。